庄司チャンネルです。皆さんこんばんは。またまた大吉。庄司さんがまた海チャンネルハウスに来てくれてます。もうほぼ来てます。カメラマンの朝倉です。コーヒーいただいてます。斉藤くんの。庄司さんもう本当に友達っすね。いやもう毎日一緒っすね。僕ねここ最近一番一緒にいる人庄司さんです。ファンの皆さんすみません。斉藤くんでも大森でもなく庄司さんと一番合ってます。こんな普通な感じで友達になっちゃうのかっていう。楽しいっすね毎日ね。ほらもう楽しいっすよね。これが格闘家ならではの、はい、大吉やめてくれ。今カメラマンやってんだ。今庄司さんと見てきて。庄司さん大吉大吉大吉ううもう大吉もね懐いてます。そうそう今日はね僕ちょっと庄司さんにね聞きたいことがあってね、あの回してるんですけどね。あの庄司さんってあの空白の格闘技の空白の時代があるじゃないですか。僕あの戦績調べたんですよ試合前に。ああそうだよね。調べたらあれみたいな、この人何年か試合してない時期あるぞみたいな。3年ほんと4年4年ぐらいね。はい、そうっすよね。そうあの時は何があったんですか。いやそれ多分知りたい人多いと思うんですよ多分。空白の4年間、はい、空白の4年間。庄司さんの空白の4年間を知りたいですね。そうちょうど30からね34、はい、5だったかな。まあその、まあ、4年半ぐらいの、まあ、空いた期間があって、まあ、実は30の時に一度、まあ、宣言はしてないけど、まあ、引退。あ引退したんですか。引退をした。えそれは何でですか。ちょうど30の時にあのチェ・ドゥホーって言って韓国人の、はいはいはい、今 UFC ファイター、ね、そう UFC ファイターのまあ、彼と、まあ、戦ってで、まあ、本当に結果やっぱり、ね、勝てない時期とかもあったし、やっぱりもうやっぱりちょうど30になる年ってやっぱ男って考えるんですよ。これからの人生を、はい、格闘技だけを続けていくのか、はいね、やっぱり社会人としてやっぱりお金とかをやっぱしっかり稼いで、はい、生活できるようにならなきゃいけないのかっていうようにすごく考えていて当時で、まあそこからで、まあ、チェ・ドゥホっていうもう大物ファイターとやって、もう多分彼は UFC にもう行くっていうのは結構もう決まってて感じで、はい、でまあ庄司との試合がもう最後になるみたいな。あの試合でもバチバチだったじゃないですか。もうダウンの取り合いというか、その本当にシーソーゲーム、本当どっちもどっちが倒れるかわからないみたいな、はい、歴史に残る激闘ですよね。でも本当ね、結構評価も未だ高いんですけど、あんま再生回数は伸びないんですけど、ね、YouTube にも上がってますよね。上がってる上がってる、ぜひ見てください、ね、あのまあそれでやっぱ格闘家ってこう引退する引き際が結構難しいじゃないですか、はい、やっぱやろうと思えばいつまでもできるし、うん、かといってね、そて何歳になっても本当パンチのダメージとか脳にダメージがあるんだろうと思われる中でもやってるような人も、まあ、人って言ったら失礼かもしれないですけど、うん、まあ半端に危ない競技じゃないですか。やっぱりプロ野球選手ってやっぱりこう入る敷居が高いかな。サッカー選手でもそうだけど、まあ、戦力外通告って言ってやりたくても結果を残せなければもうやめて強制的に、そう強制的にやめさせられる、はい、格闘家って好きだったらずっと続けれる反面、うん、やっぱり逆にそれはリスクだなと思っていて、はい、でもう自分で本当に引き際を決めてもうダメだったらもうやめるっていう、うん、まあ、気持ちがないとダメだなと思って、はい、まあ、それを、まあ、自分の中でこう決めて挑んだのが、まあ、チェ・ドゥホに勝てば倒せば逆に UFC とかにつながったりっていう話も出てくる可能性もあるし、うん、まあ、そういった勢いでこれで勝てなかったらもう最後にしようって思った一戦だったんですよね。でそれで KO 負けをしたので、はいはい、うん、まあ、本当に試合中に無理だって思ったことがなくて今まで、はいはい、うん、やってきた中で、うん、まあ、そこで本当に
もうダメだと思う KO 負けを、まあ、したので、まあ、自分の中でも試合中にそうやってもうダメだって思う気持ちがあった時点で、はい、なんかやっぱり格闘家としてもう終わったのかなっていうのを思って、まあ、それで引退を決意して、はい、え、まあ、その後は何やったんですか？その後実はラーメン屋をやったんですよね。え？ラーメン屋ですか？ラーメン屋。それみんな知らないんじゃないですか？多分全然知らないともう言ってないもんね。え、ラーメン屋ですか？ラーメン修行も、はい、やっぱ男たるものさ、やっぱなんかラーメン屋ってなんか夢あった、はいはい、夢あるじゃない、わかんないけど、おなんかかっこいいですよ、うん、確かになんか男らしい感じがなんかちょっとあって、あ、そうだったんですね。まあ、料理もちょっと好きだったし、はいはい、でラーメン屋を、まあ、やって、まあ、修行を一から教えてもらって、はい、まあ、ラーメンを修行やってたんだけれども、はい、まあ、今まで格闘技っていう中で、まあ、若い頃にチャンピオン、パンクラスでチャンピオンになったし、うん、まあ、やっぱりいろんな出会う人、出会う人からもなんかやっぱ格闘技のなんかそうチャンピオンっていう立場に守られてたような自分もあって、はい、あ、どこ行っても、まあ、パンクラスのチャンピオンの庄司さんみたいな、そう、社会に出た時にそういうのって逆にあると実力もないのにそういうのに守られてやっぱり勘違いしてるとやっぱり良くないなとも思ったし、でまあそこでもう全部そういうのを格闘技っていうベールを外して、まあ一から頑張ろうと思って、まあラーメン屋の修行をまあやったんですけど、やっぱりいざ離れてみるとやっぱり自分が格闘技が本当に好きなんだなっていうのをなんかやっぱものすごく痛感して、トレーニングできること、体を動かしたりすることもすごく昔から好きだったし、そうか、一度離れてみたいな、やっぱ普段やってるとなんか当たり前に感じてることがそうじゃなくてっていう、そうで、やっぱ自分の中で本当にやっぱり格闘技っていうのがもうなくてはならないものだったんだなっていうのにすごくこう感じて、でやっぱだんだん戻りたい、またまた体も動くし、うん、もう一度夢持ってやりたいという気持ちがやっぱどんどん大きくなって、うん、まあ、それでもやっぱ一度決めた道だからやっぱ一通りちゃんと自分でも一発にできるようになるまでは絶対頑張ろうと思ってやったんだけど、まあ、それを一通り終えてからもう一度チャレンジしようと思って32年半修行を終えた後にそこからまた格闘技の世界で、まあ、教えるようになって、でそこからどんどん環境、練習できる環境を作っていって、はい、まあ、現役復帰を果たして、そこから2年半かな、はい、続けていってやっぱライジンのリングに立てたと。ああ、そういうことだったんですね。まあ、その対戦相手がまさか今カメラマンをしているっていうこの本当に不思議な状況がね。へえ、うわ、すごいですね。この話ね、みんな知らないですよね。いや、全然もう言ってないもんね。ラーメン屋だったとはもうマジで意外ですねそしてそっか、じゃあ復帰してディープにあれ、ね、そう、最初のねグラちゃんっていうその岩崎さんっていう方がね、あのすごくなんかよくしてもらって、僕の復帰をすごく応援してもらって、はいはい、でそこでまあ経験積んで、でそこからまあ元いたディープの方に参戦させてもらって、はい、っていう流れね。そうだったんですね。でそっからディープか、ディープでもあの強い選手に2連続 KO とかしてましたもんね。そう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 、まあ、いろんなコロナとかでねいろいろ大変なことになったけど、まあ、2連続で KO をして、カマラ選手と、そうです、カマラ選手とコロ選手、庄司の一撃、すごい強いファイターでしたよ。 KO してでライジンを出場を決めると。はい、すごいっすわいやいや本当、今はじゃあその復帰してよかったなっていう感じですか、やっぱり。いや、もう最後夢のような感じですよねこんなね、カイチャンネルハウスに遊びに来てとかこんなことあり得るっていうのが今現状で起きてるんで、やっぱりね、やりたいことやって生きた方が本当幸せだなって、あの時ちょっとね、いろんなちょっと諦めたりとか、本当に好きなことをね、やっぱ無理だろうと思ってたら絶対こうはなれなかったし、はい、本当に自分の可能性をね、うん、あの消しちゃうのって多分自分自身だと思うから、やっぱり本当に好きなことをやって生きる生き方っていうのが絶対幸せだし、はい、本当
やっぱりなかなかね思い切った踏ん切りってつかないと思うんだけれども、やっぱ本当一度しかない人生だから、やっぱり本当に後悔しない道で生きていきたいなと僕はやっぱり改めて思ったし、本当にみんなもねそういう選択をしてほしいですよね。めちゃくちゃ説得力ありますよこれ多分響くと思いますね、庄司さんの言葉からは。本当に説得力ありますね。やっぱ全力でやってると応援してくれる人も多いですもんね、うん、やっぱ目標高ければ高いほど応援してくれる人も増えるし、うん、やっぱ試合もねチケット多く売ってる人ってやっぱ強いし、やっぱ負けられないからね、はい、なんか庄司さんの試合にいつも岸先生が応援に来てるじゃないですか。はいはい。でなんか岸先生と前あの一緒にお仕事した時に、はい、あのお話ししてて、でなんか庄司さんのことすごい絶賛してました。なんか庄司さんに教えてもらってるみたいな。そう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 。めちゃくちゃ教え方上手でみたいな、本当にファイトスタイルもかっこよくてみたいな、ライジンで見たいんだよねってずっと言ってましたよ。その社長とかにもプッシュしてて、いやもうありがたいです本当に。岸先生ありがとうございます。そうです。その直後にまさか僕と試合が決まるって。いや本当だ。こればっかりやっぱ分かんないよね。そう、確かその大井久保選手との試合の直前ぐらいですね。確かに話してたんですよ。そう、そうです。そうです。狭いですからね。はい、やっぱやりたいことをやった方がいいですね。うん、本当に幸せです。うん、本当。朝もさ、ああ大吉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 。大吉大吉やっぱやらないことが一番の後悔になりますからね、きっと。うん、もう絶対そう、うん、本当に振り返ってもう10年後20年後、はい、振り返った時になんかいつも俺はこう、あ自分よくやったなってやっぱ思えるような生き方をしたいなってやっぱ常に思ってて、はい、本当今は本当そう思えるだろうなっていうぐらいもう本当に朝練バチバチいってるんで。そうですね。じゃあ本当にとてもいい話が聞きました、庄司さん。とんでもないです。ありがとうございます。あの明日もね朝から。明日も朝から。よろしくお願いします。頑張りましょう。お願いします。お願いします。